今治タオルの伝統技法、先さらし、先染め。糸を織り上げる前に精錬漂白、染色、糊付けを行う。先さらしの部分にあたる精錬漂白は重要な洗いの加工、糸の油脂分などを取り除く、綿本来の吸水性、天然の白さを引き出していく。先さらし、先染めに今治の水は欠かせない。清流総社川の伏流水、霊峰石鎚山の地下水、繊細で柔らかな風合いを実現できる今治の良質な水は大切な道具の一つだ。